ゴンドラから見た潜水橋駅潜水橋ロープウェイは熊本県阿蘇市にある作動である。第3セクターの東阿蘇観光開発株式会社が運行する。2010年5月より営業休止中。阿蘇山の主要な観光ルートである河口西側の阿蘇山ロープウェイに対し東側からアプローチする作動である。阿蘇山の火山活動状況によっては 山頂の河口東駅付近が立ち入り禁止となるため、運休することがある。麓側川の潜水橋は、宮間霧島の群生で知られるため、見頃となる5月には、乗客も増え、年間乗客数の40%程度が、この時期に集中する。一方、阿蘇山ロープウェイの年間旅客数が57万人強で、あるのに対して、潜水橋、ロープウェイは8万人強と、 旅客誘導の面でも苦戦している。主要な出資者である阿蘇市の財政が厳しい状況にあることから運営する東阿蘇観光開発の見直しが行われている。2010年5月4日からモーター故障のため運休しており運行再開予定日は未定。2011年12月5日の阿蘇市議会本会議で営業を休止することが明らかにされた。復旧に 多額の資金が必要なため、運営を引き継ぐ、事業体を募っていたが、関心を示していた企業との交渉がまとまらず、運行再開は困難になったとのこと。2003年に更新されたゴンドラ潜水橋駅、河口東駅。ありがとうございます。